いします。はい、よろしくお願いします。どのくらい速くなるの、ラルビックスとビートの性能比較していました。よろしくお願いします。株式会社 M&A クラウドでウェブエンジニアスクラムマスターしておりますカーラと申します。皆さんララベルで気になるアップデートあったのをご存知でしょうか。ですね、こちらのバージョンから、ララベルではビートがデフォルトのアセットバンドラーになりました。これまでですね、ララベルミックスを使ってウェブパックを利用してアセットバンドラする構成になってたんですけども、かなり印象的な変更だったんじゃないでしょうか。しかもこれがマイナーのアップデートで入ってきたのもちょっと驚きでした。そもそもビートって何なのって話になるんですけども、読みはビートって言ってですね、フランス語で素早いという意味だそうです。非常に高速なホットモジュールリプレイスメントなど、ネイティブエクマスクリートモジュールを利用した豊富な機能拡張を提供してくれる開発サーバーになっています。一方、ララベルミックスは、ウェブパックを定義するためのスラスラ ×API を提供してくれて、CSS ファイルと JavaScript ファイルを簡単にコンパイルして圧縮してくれます。早速、どっちが早いのか見ていきましょう。まずはですね、ララベルをインストールしただけの初期状態でベンチマークテストをしてみました。アセットファイルのビルドにかかる時間を見ています。下にあるですね、ビルドにかかる完了時間を見て、こちらを評価しています。全く手をつけていない状態のコードで見てみると、若干なんですけど、ビートの方が早いねっていう感じになっています。これだけだとちょっと分かんないので、公式ドキュメントに紹介されているアセットのコンパイル参考例に同じ状態にして比較してみました。追加した実装した4つですね、でもこれでもかってくらいですね、5000行近いシーズファイル、サクスファイルですね、追加して、ちょっと差が出るだろうと思っています。そうすると、コードはこんな感じになってるんですけども、3倍ぐらいビートが早いじゃんっていう、なかなかやるじゃんっていう感じになっています。ただ実際ですね、皆さんララベルミックスってまだ使ってますか？というのも弊社はですね、ララベルミックスも使っていなくって、自前でウェブパックを書くようにしています。なのでウェブパックとの性能比較を実際皆さんは知りたいんじゃないんでしょうか。なのでストーリーブックはですね、ビートとウェブパックのベンチマークですと記事書いてくれているので、こちらを簡単に紹介させていただきます。比較対象5つあって、ウェブパック4とウェブパック5でかつチェーンコンパイル、コード分割など最適化されたもの、あと通常のビートとビートでかつ最適化されたコード分割されたものですね。この5つで見ると、まず初期ビルドだけで見るとウェブパックの方が早いという結果になっています。2回目以降のビルドもキャッシュがかなりウェブパック効いてるみたいで、かなりウェブパック早くなっています。でプロダクションビルドもほとんどウェブパックが勝ってるんですけども、ビート時間かかっちゃってます。ビートのプロダクションビルドロールアップっていうツールを使っていて、デッドコードの削除っていうのですね、必要な処理を必要以上にやっているので、ウェブパックよりかかっちゃってます。なので、出力するファイルはビートの方がちっちゃくなっている。ここまでビートバッとしないんですけども、ホットモジュールリプレイスメントに関しては、ビートめちゃめちゃ速くなっています。時間少ないんですけど、じゃあなんでこんなに速いのかって触れておくと、ネイティブエクマスクリプトモジュールを利用したビルドセットアップが鍵になっています。ざっくり紹介すると、今までのバンドラーツールはですね、アプリケーション全体を読んで、依存関係を解決してバンドルして、ソースコードを出すっていう感じになっています。ただ、ビートからはですね、事前に依存関係を解決しておいて、表示に必要なバンドルだけをやっておく、全体をバンドルする必要がなくなったので、その分、高速化されています。まとめ、ビートがデフォルトになるよと。で、ミックスかビートどっち早いって聞かれたら、多分ビートが早いと思います。ただ、ウェブパックも遅いのかって言われたら、そこまで最適化されていたら十分早いです。ただ、ホットモジュールリプレイスメントに関しては、ビートの方に軍配が上がるかなと思います。今後、ビート適用したライブラリ増えていくと思うので、これを機会に触れてみるのもいいのかなと思っております。参考資料はこちらで、はい、以上です。ありがとうございました。